はい、どうも永田健一郎です。今日はですね、ちょっと雑談です。先日ですね、ニコンの Z シリーズのバッテリーバッグとして型番なんだっけ MBN10 っていうのが発売されました。ニコンの Z6 と Z7 につく、まあね、カメラの下にパカッてつけるバッテリーパックになるんですけども、こちら Z シリーズの発表とともに、一応こういうのも作ってますよということで、もう発表はされてたんですけども、結構ね、もうすぐ出るんかと思ったら、比較的遅めの発売になりました。んで、まあ、巷の要望としては、このバッテリーパックにカードがね、1枚入ってダブルスロットになったらいいなとかいう話があったんですけども、まあ結局、蓋を開けてみれば、ただの電池パック、縦位置のグリップの縦位置のシャッターもついてなくて、ただのバッテリーパックでした。で、まあ、この製品がね、意味するとこなんだろうなっていうふうに、ずっと考えてたんですけども、まあ、ちょっとこの話はね、ちょっとライブ配信でも言ったんですけども、まあ、どういう意図が、どういう人がターゲットになるのかなって考えたときに、まあ、単純にバッテリーの寿命が伸びますよっていうので、まあ、写真撮ってて、電池交換なしで、ENEL15B 電池が2個入るので、単純に電池を取っ換える必要がなく写真を撮れますよっていうのは、やっぱりちょっと製品として弱いですよね。電池はどっちみち電池は2つ必要だし、まあスポーツとかでね、本当に電池を交換する、パパって電池を交換するタイミングすら惜しいっていう人には役に立つのかとも思いますけども、まあそういうのもほんの一部だと思いますし、まあ、Z シリーズはね、結構電池の持ちがそんなに悪くはない印象なので、まあ、いるんかなっていうふうに考えたところもあるんですけど、でね、まあ僕なんかちょっといろいろ考えた結果、まあ、雑談なんで、ふーんぐらいに聞いといてもらえればいいんですけども、多分ね、この製品は動画を主にやってる人をターゲットにしてるんじゃないかなと思います。先日アトモスの忍者 V と連携してプロレスローの動画が撮れますよっていうファームウェアのね、バージョンアップがもうあったんかな、まだだったかな、発表があったんですけども、まあ一眼ミラーレスという市場でロー動画、プロレスローの動画をまさかニコンが初めてやってくるとは誰も思ってなかったと思うんですけども、まあ、そういうびっくりした発表があるんです、あったんですけども、で、やっぱ動画をプロで本気でやってる場合に限って、やっぱり内蔵バッテリー1本だと不安になりますよね。今までは内蔵の記憶だけだったら30分という制限があったので、30分ごとにね、バッテリー交換してたらまあ済んだんですけども、外部記憶になって、時間制限がとりあえずなくなったと。その時に、ボトルネックになってくるのが、やっぱりバッテリーになってくるわけですよ。僕もたまにライブ配信で外部出力で Z6 使ってますけど、まあ話がね、ちょこちょこ長くなって2時間ぐらいになってくると、1時間半とかで ENEL15B がバッテリーが切れてしまうんですね。で、やっぱり舞台とか撮影する場合、やっぱポイントになってくるのは2時間っていうところが大体ポイントになってくるかと思います。スポーツでも大体2時間前後で終わりますし、2時間一気に取り切れるっていうのが非常に重要になってくるポイントだと思うんですけども、そこが今までバッテリーのせいでクリアできなかったのが、この MBN10 を使うことによって、そのバッテリーのボトルネックっていうのを取り払うことができる。この MBN10 はバッテリー2個入るんですけども、こう電源オンのまま片方だけ交換ができるんですね。片方なくなったら片方を交換。で、こっち次こっちなくなったらこっち交換。みたいなことでもうずっと交換しながら使うことができるので、まあ、熱問題、あとはハードのね、記憶容量の問題、記憶容量がフルにならない限り、延々にこれで取り続けることができるようになります。で、やっぱね、これを見ても、ニコンはやっぱり、動画を本気でやってるんじゃないかなっていう風な気がしますね。で、この製品をやっぱり Z6 と Z7
の発表と同時にとりあえずでも発表してた。全然発売遅かったけど、とりあえず発表してたってことは、やっぱり動画も今回 Z シリーズではしっかりプロユースに向けてやっていきますよっていうメッセージだったんじゃないかなと今後付けで思っております。さて皆さん、この MBN10 についてどういう感想をお持ちでしょう。まあ、正直にやっぱりニコン Z 使ってる人って写真をメインで撮る、もう動画ほとんど撮らないよっていう方が多いかと思うので、そういう方に対してはね、そんな製品いらんよってなっちゃうかもしれないけど、まあ、動画やってる一部の方にとってはこれを待ってたよ、これでようやくやりたいことができるっていう製品なんじゃないかなというふうにも思います。でやっぱり今後期待するとこって言えば、そのプロレスローとかをね、内部記憶できるようにしてほしいなって思いますし、30分制限もね、とっとと取っ払ってほしいですね。次のまあフラグシップ機とかだったら取れるのかなっていう思いもあるんですけども、まあそこは当然30分制限なしにしといてもらうとして、このね、なんとか Z6 とか Z7 に関しても30分制限をね、ファームウェアアップデートかなんかで切ってくれたら嬉しいなというふうに思います。やっぱ一眼動画の一番のでもないな、一つのポイントとしては気楽に高画質で撮れるっていうのがあると思うので、やっぱ外付けのね、レコーダー、外部レコーダーっていうのももちろんしっかり撮るときにはいいんですけど、気軽に撮れるっていう意味でこの内部記憶でなんとかできたら嬉しいなというふうに思ってます。さてこんな感じで今日は雑談です。皆さんはこの MBN10 に関してどのような印象を持ってるでしょうか。よかったらね、コメント欄でまた教えてもらえればと思います。たまにはこういう雑談もやっていきますので、またチャンネル登録といいねとよろしくお願いします。では、永田健一郎でした。